はい、どうも、チャーボくんでございます。ラフ2020動画ということで、今回はですね、こちらのアイコニックモーメント、露出機、アイエム露出機名称をやっていきたいと思います。現在、アイエムガチャ登場中でね、足元半端ない。アイコニックブーストでね、ボルコに関してはカンスト、あとはドリブルにボールキープで、さらにグランダパス、まあ、パスドリブル両頭型ですね。線の高さに決定力も兼ね備えてるし、さらにですね、プレースキック、カーブ、フリーキックとかも蹴れて、スピード瞬発もありながらキック力もあると。弱点っていう弱点がね、ほぼもうフィジカルぐらいかな。スキルもね、ワンパニスルーパス、バックスピンロブ、アウトスピンキック。だからアシストのところに非常に熱いんですよね。プレイスタイルナンバー10、真ん中で受けつつね、まあ、フリーをできるだけ作りたい。露出機フリーになればチャンス。もうゴールを演出できる力がね、兼ねある選手なので、しっかりと今回はアイコニックモメント露出機、早速名称をやっていきたいと思います。いきましょう。まず調子打つザニオーロ。ザニオーロがいっちゃってるですね。これちょっとやばい状態になっている。あとはでもイニエスタ頼んだぜ。ドンナルマ好調引きましたね。ロベロ絶好調いきましょう。さあ、ワイティがムバッペにトレス。あー、であれか、フォルランが OM パターンですね。お願いします。ロシツキーの、まあ、強みのところね、パス、ドリブル両方できるっていう、そこ強いですよね。ロシツキー入る。ここ。まだある。硬いな、結構。来た。硬いぜ、前半0-0。まあ、ちょっとロシツキ狙いすぎな感じがあるから、もうちょっとシンプルにいきたいと思います。あー、ここでな、見てるもんな。はい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 、いけ。いや、いいシュートいった。いけ。いや、いいシュートいった。硬い中を破っていく。破っていくってやばいね。ロシツキーの右足と。いや、あれはね、すごいね、あのシュートは。結構コースね、ギリギリだったね、ポストだから。ナイス。で、ロベルト・カルロス、速い。いや、いいね、露出機この辺しっかり持てますからね。いやー、熱い熱いね。アシストしてく、貯めることができるからね、しっかり。やっぱああいう位置で貯めてからの露出機は、裏ケア裏ケア、守備守備守備、ナイス。超やばい、そこで失点はしたくない。そこで失点して、最後粘ったんだけど、ここはお相手のチャンスですね、これ。いやー、でもこの硬い中でね、やっぱあの2点に関与できたっていうのは相当でかいですよね。はい、おっしゃー、ナイスキーパー、ナルマ。アンパスルーパス持ちっていうのは最高に熱いでございますが、ロシツキクリア。よーし、2-0。ガチガチ試合でしたけどね。まあ、チャンスがね、やっぱそんなにない中でね、後半の54分にベルカンプから受けてね、若干ハーフボレー気味でクリバリと重なってはいるんだけど、ロシツキのこの威力よ。これしかもコースえげつないね、これ。トラップがアウトサイドか。いやー、いいシュート打つね。まだまだね、いきましょう。ロシツキー2試合目ということでね、1試合目理想のね、1ゴール1アシスト、ゴールアシストともに奪えたんで、この試合はですね、2ゴールちょっと目標にしようかな。ロシツキーファイト。ここでロシツキーを使っていく。いや、熱いわそれは。いや、熱いわそれは。あそこの緊急停止でね、かわせるの熱すぎるな。ちょっと熱すぎ、悪かったですね、あれは。ガチガチガチの熱さだね、あれ。ロベカルー、通すよこれ。ロシツキーはね、これ通しますから、ここ
もう今の確定演出みたいなもんだね。そう、ロシツキ入るだけでもう攻撃力の厚みが違うからね。フィニス。パス。これもループ。で、ここ出してあげて。いや、タイミングは神。あれ。いや、強い。あー、マジか。おっしゃ。ロシツキーの活躍がすごいな、こりゃ。ロシツキー、えぐいっすね。いや、ロシツキー、楽しいね。2枚抜き。フィンです。キックフィン。ドア無理か。めっちゃいいドリブル。逆サイドあるけど。ここはあえて。で、これ。よいしょ。イエーイ。あーということで、前半のロシツキ3点に絡んだところで終わりというパターンかな。まだまだね、行きましょう、よし、行きましょう。そう、いいね、このもうピンポイント。ロシツキにボールが入ったらね、得点が生まれる生まれですよね。また来た、いい位置。次はこっち。これクライフは入らないか。ちょ待って、キーパー出てる。やばい。うわー、キーパー出てしまった。これはやらかしましたね。ここもアシストするというね。オッケー。これは最後に帰ってくる。若干ラッキーでしたけど、あそこまでももうアシストしていけばね、最後には自分に返ってくるという。お、よし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 、狙ってました。ここは、まあ、あの辺でフィニスやってあげて、ギリギリ狙いつつフリーキックを獲得して、ロシツキで決めるというまでが流れ。よっしゃー、ということでロシツキ3得点に絡んでいく。パス異常に通るし、ドリブルはねスルスル抜けるしでね、本当に使いやすい。ここでチャンスが生まれる。で、うわあ、今ベルカンポーに、ベルカンポーに行かなかったね。ビエラ、ビエラ、うわ、しか消えなかったけど、ナイスボロスキーにめちゃくちゃ絡めるね。強さがあるので、最後もロシツキー頑張っていきましょう。ラストじゃいきましょう。最後のね、ロシツキーも大活躍、間違いなし好調。イニエスタ絶好調か。あー、でもネドベドをカマビンが保ってて、でクライフ好調なんで、ここ行って、うん、これはね、トッティ行こうかな。ベルカンプのところにトッティ入れて、クリバリーはバラン不調なんでね、このまま行きましょう。さあ、お相手も4321だね。ピラミッドフォメ来ました。でフォルランにザニオーロ・ルンメニーね、お願いします。いくぜ、ロシツキ前に入る、スライド、硬いね、硬いね。よしよし、ナイス、ロシツキドリブルをね、ここで運んでいきますよ。決めよう、フリーキックチャンス、決めていきます。いける、いやー、もう最高すぎますねこれ。決めていきます、いける、いやー、もう最高すぎますねこれ。フリーキックのね、だから本日2本目だね。さっきの試合でも決めたんで、ここでめっちゃいい動きしてるもんな。また抜いていく、ナイス、ロシツキ。前半 1-0、 フリーキックがねすごいいいっすね。なんか蹴りやすい。ナイボ、うわ、もうピンポイントすぎる。最高のパスアシスト。チャンスじゃないかもっていうところからね、あれっていうか、いつの間にかお相手からするとあれみたいな、いつの間にかチャンス炸裂みたいな状況が生まれると思うんで。うっそ、ヘッドベッド強い、そこ強すぎるがやらせないぜ。
いいね、このロシツキーの軸がいいよね。ここいやっさうわっつこれしびれたけど決まってたら最高でしたけど、2対0ロシツキーナイスカツ。いやまずはやっぱフリーキックがねめっちゃいいフリーキックがめっちゃいいですね。このキックこれカーブといい位置とコース全然絶妙ですね。またいろんな選手使って試合の方やっていこうと思うんで、ぜひ皆さん遊びに来てください。今回は現在ねアイムカチーム登場中、アイクミクのロシツキ使いました。では視聴者のバブル、ご視聴いただきありがとうございました。もしよければチャンネル登録、高評価、コメントの方もよろしくお願いします。では皆さんまた会いましょう。ドスクイプレイプロー。